よし、リベンジリベンジ。リベンジ。しなきゃ同じタイミングで倒せる。よし。で、鋼の剣を鋼の剣だと思って回収して、開けてないところがあるんだよ。開いた。一発で開いたらんけ。じゃあこの鋼の剣もいらねえな。じゃあ回収。で、さ、前回だと思うけど、ギガンテスに怒られたんだよね。ギガンテスに逆襲しに行こう。こいつをもう一回回収して、今度はね、さっきみたいなミスをしないようにするために、もうここで一回お家に帰ってもらう。確実に返そう。で、ここにいたんですか？いい加減にするんです。いいよ、バイ。でも何かがあるとは思うけど。あった、スイッチ。緑のランプがついた。俺このエリアはスライムがおらんのか。いないのかな。確かここで見れる。あ、ないな。じゃあいいや、帰る、バイバーイ。よし、これであと2つだな。次は、ここじゃなくてこの部屋ですね。お、ギガンテスは町に運んでしまった方がいいかもしれん。でもあのままじゃ運べない。なんだろう、その町に運んだ方がいいっていうのはどういうことだろうな。なんか町に運んだ魔物って何でか知らんけど改心してるよね。ピクシーみたいにちょっとイレギュラー性のあるやつはいいよね。これはなんだこれ、このよくわからないのに乗っていくのか。よいしょ。なんかあのトゲはもう明らかにダメなやつだから。エリアちゃんと探索してこない。おお、いた。樽がある、樽がある。なんかこのエリア樽なんかよくある。ぐるぐる回る。そう、あれ絶対スライム運ぶようだって。スラッサー、さまよう鎧の足跡をよく見て、そーっと後ろから攻撃さ。こんな感じで、喧嘩打っただけ、喧嘩打っただけ。あー、しまった、入っちゃった。まだ見てないエリアあるのにな。いい子なんですから。やだよー、やだよー。ちょっとトゲに刺されるよ。よし、入った。早く帰りたい。この部屋には風船があるから帰らせて。ごめん。待って待って、あれフラ、ワオ。こう、こう。このエリアはこんだけかな。まあ、見てもわかんねえ。赤いスイッチもあるね。何、今度は赤いランプがついた。バイバーイ。まだかな。来た。
ヤンテスもさすがに飛びは怖いのかな。ああ、バイバーイ。青じゃん、それはねえよ。バイバイさせろよ。バイバーイ。ちょっと、何をね。いいよ。ちょっと、ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い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 。移動してから。ちょ、待って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 、やばい、やばい、なんか、デジャブ、デジャブ、デジャブ。あいつ回収したいんだよ。あー、ちょ、待ってよ。ちょ、邪魔。旅の扉が思わぬ障害となって。いい。一回、こっち来い。こっち来い、お前。ほら、こっち来い。急げ。大丈夫。普通の歩くスピードならこっちの方が速いから。だからちょっと旅の扉待って。だ邪魔だし。よし、これでもう一回誘導。もう一回誘導して。いやでございます。急いで。最短ついて最短。間に合わないってどういうこと？痛いし。よし。ナイスキャッチ。待って。やばい。帰れんかな。あ、回復できる。おう。待って。怖え、あいつちょっと危ない。危険因子だわ。よし、帰れる。これは帰れるだろう。よし。なんでそんな急ぐ。なんか、なんだろうなぁ。よし。これであとちょっとだろ。このスライムで。ゴールドベリー、ギガンテスってぼーっとしてるけど、普通の攻撃じゃ倒せないのよ。で、俺は一つやっちまったことがあるから、もう一回さっきのところまで行かないといけないんだ。もう方に、まあ、全然行ってないんだよ。おいね。まだかな。まだかな。下。まだかな。まだかな。おもんじゃい。痛い。よいしょ。おお。よし、届いた。さまよう鎧が敵を見つけると見失うまでしばらく追ってくるぞ。なことはもう身に染みてよくわかってるよ。よいしょ。よし。最後は多分青のとランプの部屋かな。もう一発で開けれたのよかった。今度何が待ってるのか。プロペラ、トゲ。おい、これなんか一発死じゃねえの。ちょっとその一発死とかちょっとシャレにならんで。なんかスライムならいける気はせんでもないけど。あ、しまった。あ、ノーダメ。まさかの。ダメージですね。あ、金塊。この金塊潰したらお金になるのかな、金塊。よし、じゃあ、開いた。いいね。尻尾弾で一番偉いやつはドンモジャールっていうらしいわよ。ドンモジャール。あ、すごい。なんかあのプレス機の感じ、なんか活かせる気がしない。なはまみだ。マミーのトラップを活かすよ。マミーのトラップは活かせない。こっち行っちゃうともうギガンテスになって多分。
ああ。お前、いいのかしら。ああ、お前はセーフだよ。あーちょっとタイミング、がクソだったよ。ちょっと待って落ち着いて、待って、はい、バイバーイ。これが多分この風船のためのエリアだろうな。マニア多いのに、マミーの風船が思った以上にやらしいよ。わお、あ、なんかスイッチ作戦のレバーだ。なんだろう、これでレバーをオンにして止まったね。あ、いた。鬼に落ちてくる天井を使えばどんな敵もぺしゃんこだな。何？おーびおー、待って、ちょい、それ聞いてねえって、その時間制限聞いてねえ。あーでも待ってよ、これ連れたまま行くのやだな。一回戻るか。あー夕方になってきたのかな。そうだね、15分ぐらい下がってる。もうあんな風になる。で、時間がやばいから割と急ぎ目で行かないと。じゃん、なんだよ。さまよ鎧確保。さまよ、あーいいね、マグハムだね。ぐしゃっとな、マグハムが確保して、なんかいろいろなんか仕掛けが急に、あーちょっと待ってよ、マドハンド話しちゃったじゃん。まあいいや、この際敵はいいや、一回体力もやばいことだし、敵は一回置いとこう。で、なんか明らかに何かいるのかな。待って、このエリアなんかないの？いないんだ。はい、来いよ。ギガは一体どうやって逃げてるんですか。俺も疲れちゃうからおとなしくやられるんです。やだよ。別に避けることだけなら別にお前そんなに強くないんだよ。あ、ま、え、なに、19って何？なになに、その、え、そのカウントダウン何？そのカウントダウン何？ちょっと待って、やばい、なんかのカウントダウンが始まってる。なんか非常によろしくない気がする。あ、1、あお、あお、何？
ああ。え、ちょ待ってよ。ひゃー。連行されたー。タイムオーバー。オーグラシャ。じゃあ赤しっぽがなんか無双してくると思ったら予想外のやられっぷりだった。はい、それではやっていきたいと思います。スライムモリモリドラゴンクエスト衝撃の尻尾弾。前回確かあのスライムの尻尾で何かしらの原因があってゲームオーバーになったんだと思います。でその後あの裏の方でちょっと細々としたことをやっていまして、ここをちょっとね進めたいかなって思います。では橋を架けるもじゃ。橋だってどこに橋を架けるの。お、橋がかかった。何のために。他の仕事も頼むよ。便利なポストもじゃ。また絨毯トントンのお時間ですね。何を探してるんだろう。絨毯トントン。お、ポスト大砲。はは、できたもんじゃよ。こいつを使えばどっからでも町の入り口にひとっ飛びもじゃ。なるほど、便利なもんができたもんだ。もっとドキツボもじゃ。やだー。なに、おお、一角ウサギ。違う違う、そうだないって。おお、危ね。ああ今ので何、もっとドキツボができるようになったのか。グランド作るもじゃ。広げた土地を活用するもじゃよ。ガメゴンどもに地ならしをさせるわけね。おお。サッカースタジアムができた。サッカーが。これは魔物堂改築もじゃ。魔物堂も繁盛してるもじゃ。そこでお店を大きくするもじゃよ。はあ、薪が1個足んなかったから、とりあえず今回ここまでで。よし、じゃあスライムの尻尾行ってきますかね。スライムの尻尾、スライムの尻尾来るから。ギガは一体どうやって逃げてるんですか。オラも連れつかれちゃうからおとなしくやられるんです。やられたくないんです。おお、待って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 、この部屋なんかいろいろありそうだよ、いろいろありそうだよこの部屋。おお、窓ハンドさん。おお、待って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 。ああスイッチ、とりあえずスイッチ。これで4つのスイッチが押し、4つのスイッチを押したことによりゲートが開いたと。なるほど。だがやつにはまだかなわないのか。スライムとかいませんかね、この部屋。大丈夫ですかね。大丈夫そうですね。じゃあ、あ、違う、ダメ。あいつをどうにかしないといけないから。ちょっとお前、痛い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 、帰るよ、バイバイ。バイバイして、またちょっとさまよう鎧を2体ほど。よし、これで中に入ります。あー、エレベーターか。エレベーターで、あー、ちょ、ギガをしつけ、ギガをしつけよ。もう逃げ場はないんです。今度こそ捕まえてやるんです。おとなしくお縄につくんです。
やだよ、待て待て待て、ちょっと本気になってんじゃねえかあいつ。本気スイッチ入った、はい、ガシャン、うん、ギガ潰されたんです。これでは背負われてしまうんです。おお、しまったんです。このままでは、おいみんな出番です。さあ、マドハンドたち、早くオーラを助けるんです。やだよ、あー、うそ、あっさりとあっさりといった。ほら、スーパースラストライクで距離を稼ごう。いや、これ多分走りゃいける。あー、ダメか。いやー、待ってよ、結構難しいぞ。よしよし、押すじゃん。うわー、待って、そんなあっさりいく。ちょっと待って、あかんあかん、ちゃんとちゃんとギガを誘導して。間に合わない、あいつスピードすごいな。うわ、間に合わん、ちょっと待って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 、思わず黙っちまう。おしまい、よし、いけたいけた、これいきます。マドハンドさんを、あ、スラストライクで回復くれるで、よし、ギガー旅の扉なんです。一体どこへ行くんですか。え、まさかギガ王をあそこへ、え、俺たちの村へ転送しやがったのか、こいつ下水。お、お、ミーホン、プハー、助かったぜ。ブラシャ、お前ならきっとやってくれると思ってたよ。よし、それじゃあこれからボスをとっちめてやろうぜ。え、なに、お前も助けてくれないね。クラゲクラゲ、あ、腹減って体が動かねえ、あいつら飯ぐらい食わせろっての。でも寝てる場合じゃねえぜ。うお、気合いだ。グラシャ、よく聞いてくれ、尻尾団のボスがこの先にいる。そこの扉は俺に任せろ、開け方を調べておいたんだ。こうこうしてこうしてできた。えい、開け。おお、さすがミーホン。なんか目回ってきた、少し休んでから助けに行くよ。やつを絶対倒そうな、グラシャ、無理するなよ。おう、お前自分で帰れるのか。閉まっちゃったけど、ないないない、てかあと2匹足りてないんだけど。